柳生宗則の忍者学校設立秘話。江戸時代の剣豪柳生宗則はただの武士ではなく、日本初の忍者学校を秘密裏に設立していた。彼の学校では若き武士たちに忍術だけでなく、諜報活動、暗号解読、先進的な戦略思考が教えられていた。この学校からは多くの優秀な忍者が輩出され、幕府の安定と秘密の外交活動に大きく貢献した。